どうもこんにちは。本日なんですけど、遊戯王マスターデュエルゲームチックをやっていきたいなと思います。ぜひ皆さんチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。またね、僕実写版でも YouTube やってるんで、動画下概要欄僕の実写版 YouTube リンク載せておきますので、ぜひフォローよろしくお願いします。ということで、今日はね、なんかアップデートが来たみたいで、なんかね、これ新たなセレクションパックとか来てるみたいですね。これ他にも新シーズン開始、ランク戦新シリーズ開始、新シーズン開始か。スタンダードで一定数勝利することによってランクが上がると、ランクが上がると報酬が増えるので、どんどんデュエルしましょうということですね。でゲートが追加、なるほどね。デュエルパス、デュエルパスノーマルでは合計30ジェムにグレードアップ、ゴールドでは合計800ジェムやモケモケなどのメインがゲットできると。デュエルパスポイントは貯めて豪華報酬をゲットしよう。いいね。ちょっとこれ何ね、これちょっと一回やってみようか。一回やってみましょう。デュエル、何これ、レンタルデッキ、これレンタルデッキじゃないと分かんない。いや、これは後でいいか。とりあえず一旦ね、デュエルしましょう。ランク上げていきたいから、シーズン4ということで、ちょっと今からデュエル戦って、ね、ランク上げます。とりあえずランク上げていこう。とりあえずね、もうデュエリストなんで、僕は真のデュエリストを目指す。ガチデッキ作りたいな俺も。ちょ、ここ、ね、僕ね、ブルーアイズホワイトドラゴンデッキと作ってるんですけど、ね、今ブルーアイズが2枚しかないんですよ。もう1枚いるんですよね、僕ブルーアイズデッキを作ろうと思ったら。やっぱブルーアイズはね、3枚なんで、いきなりいい手札揃ってるんじゃない。これこれどうする、これエンド、あエンドするね。買ったでしょ。これ強いね。おーおお。いや、でもね、これ買ったんちゃうかな。ランカーが上げさせていただいてありがとうございます、ね、さん、うん、ランクアップ、ジェム 100ジェムもらった。いいね。これレガシーパックチケット、お、レガシーパックチケットええやん。よし、もう一回行くか。あのねちょっとね、レガシーがさらに上げたいよ。先行か、あ、いや先行か高校ってさ、どっちがいいんかな。皆さん先行高校どっち派ですか。僕ね、高校の方が1枚ドローできるから若干有利なんじゃないかなと思ってるんですけど、難しいですよね。どっちがいいんやろな、高校先行。ビンゴマシンで、これ
じゃないですか。よし、これ圧倒的にいきなり初手でブルーアイズフォアチョロが召喚した。この音楽いいよね。出た。いやーこれね、ちょっと増殖する G 入れときたいな。増殖する G。こんなにね、特殊召喚されたらかなわんでもない。じゃあいいね。嘘。
やばいな。めっちゃ強いですよ。おー、やばいやばいやばい。これ無理でしょ。これは無理やわ。これはエグいわ。エグいっすね。それ見た今の。デッキ改造しよう。増殖する地入れたいけど入れないんやろ。よし、セレクションパック見てみるか。いやーくそやな。これデュエルもう一回やろう。ちょっと次は負けないよ俺は。デュエル。もう一回行こう。
ちょっとね、一回デュエルパスゴールドってやつ買ってみようかな。ちょっと Google でデュエルパスゴールドについて検索してるんですけど、なんか、これか、あの、600ジェムで買えるべきな、買えるみたいなんで、買うかなと思います、これ。デュエルパスポイント。必ず買うべき。買おうか。買います。買います。デュエルゴールドポイントを買うっていうね。なかなかやるな。ブルーアイズホワイトドラゴン、これも結構俺の方が圧倒的に有利だから。デュエリストは手札の数たち可能性がある。帰りんか。結構このカードはキーになるんじゃない。なかなかやるね。これ強いよな。あ、相手何してるん。デュエルホーク。じゃあね、ちょっとここで
デュエルパスをちょっと購入したいなと思いますね。デュエルパスっていうのは売ってるんで、ね、デュエルパスショップへ。これちょっとゴールド、これね、デュエルパスゴールドの報酬で、何これ、妖精の鬼神ディンギルス、モケモケも手に入る。いいね。お、デュエルパスゴールド購入しました。いいですね。他にもなんかあるんや。これお、セットコーヒー、ちょっとこれいいやん。これデュエルパス購入したから、ちょちょ、これ神の宣告も購入したんやな。これ神の宣告購入してるから、何、ライトニング、ライトニングストーム、これ強いね、ライトニングストーム。はい、とりあえずこの春うらら、これ強いんよ。ちょ、これ購入します。春が強いんで購入する。ちょ、デッキ強くしたいよ俺。おお、キラーン来ました。おお、おめっちゃ当たるやんこれ。やばい、えぐえぐえぐ、なかなかやばい。よしよしよし、リバイエールいいね。リバイエール懐かしいな、これ強いんやな。これも当たりなんじゃない？これは。おお、これ絶対当たるやろ、これ。ウルトラレア、完全当たりじゃない？おお！ねえ、これは。バオ懐かしいな。お、今回はお春ららゲットした、ついでに。これいいね、マッシュグレートマグナス。俺を召喚するめっちゃむずいやん、これ。リバイエールいいよね。あ、これいいよね。アルカナナイトショット、ちょっとごめん、全然見えないですね、そこに。ほらほらほら、なにこれ、ワンダーワンダ、これ強ない？
え、これだってさ、青君の乙女とかに使えるよね。いいね。ということで、ちょっとね、で、機械をしよう。これって結構強なったと思うで、俺も。効果だな、効果モンスター、効果効果。し、これで。あ、これ一スレッスン、今攻めました。ワンダーありそうやけど、あれワンダーってなかったっけ。ちょっと で、ちょっとデッキを変えたんよな。デッキのデッキを強化したい。デッキ構築よ。お、いっぱいあるやん。これこれこれ、ワンダーカードとワンダーカード入れよう。ワンダーね。で、次はハルウラのをちょっと言っていきたい。ハルウララを教えたいってね。どこやハルウララは。結構これで強なったと思うんだけどな。ちょっとどこ行ったハルウララ。ハルウララってさ、レア度めっちゃ高いよね。あのカード、あのカードさ、カードショップとか僕たまに行くんですけど、大阪の日本橋のね、めっちゃ高いんですよ。もう恐ろしいぐらい高いっす、あのカード。本当に。で、ちなみにこれ、ハルウララってあれよね。あの、ディープインパクトとかのあの、ウマですよ、これ、多分。
春が相手、春が。はい、じゃあ、はい。春がいい。どれ行こうか。強いこれ。2枚戻そうか。どれ戻すこれ。どれ戻します。これいらないよね。ぶっちゃけ。これいらんわ。よし、これで一回ね、かなり強くなってるんじゃないかなと個人的には思うんですけど、うん、一回ね、ちょっとゴールドパスを手に入れたところなんで、ゴールドパスを手に入れたところなんで、ちょっとバトルしデュエルしようか。軽くデュエル。チャリーン。デュエル。いや、ぶっちゃけ春らを入れたことによってだいぶ強くなった気がするよね。俺は相手が戦後方向を選択してる。しゃがってこいよ。あなたが高校です。うん、お、エンドヘイズ。言って1900の通常モンスターってかなり微妙っすけどね。なんか俺これ抜きたいからね。この2000とかいらないんですよ。もう何なんなんやろ。なんであえて何もしてこないんだよ。エンドフェーズ弱っ。弱くね。そんなことしくだし畳みかけていこう。ドロー増強強いよ。パンパラパラパンパラ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 。これで今回ので結構ね、ハルラを入れたことによってだいぶ強くなったんですよ。で、次回ね、またせっかくゴールドデュエルパスって手に入ったので、まあ、いろんなランクを上げていったりとか、またデッキを強化していきたいなと思います。そしてね、ソロのコードもちょっとまたやれたらいいなと思ってるんで、よかったら皆さん。はい、ということでね、また次回やっていきますので、ぜひ皆さんチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。また遊戯王デュエルリンクス一緒にやってくださるという方いたらコメントお待ちしておりますので、ぜひ一緒にデュエルしましょう。フレンド申請お待ちしておりますよ。あと Twitter、インスタ、TikTok もやってるんで、動画下概要欄にリンクありますのでフォローよろしくお願いします。ではじゃあね、バイ。